日本栃木県下津賀郡美部町おもちゃの町おもちゃの町は栃木県下津賀郡美部町の地名。東部宇都宮線おもちゃの町駅周辺、道町の北東部一帯を指す広域地名である。町町名としておもちゃの町一丁目からおもちゃの町五丁目が存在しており、この地域一帯に含まれている。1960年代に玩具工場が相次いで誘致され、 工業団地が作られたためこの名が付けられた。玩具の街、おもちゃの街ではなく、すべてひらがなで表記される。陳地名として、マスメディアでしばしば取り上げられる。地域としてのおもちゃの街は、関東平野の北部、三部町の北東部一区一気に相当する。東の下付市との境に姿川が流れる。宇都宮市や栃木市からほど近く。 東部宇都宮線が南北を貫くように走り、栃木街道と栃木県道71号が南西部で交差する。交通の便が良いことから、漁師のベッドタウンとして発展している。1950年代以末、東京都墨田区に隣立していた輸出用玩具メーカーは、地下の高騰による生産設備の拡大のための用地取得の困難や固定資産税負担の増大。 工場等制限法による工場の拡張や改修の制限、さらに低海抜地域であることによる台風や水害など自然災害の際の被害といった問題を抱えていた。そこで東京オリンピックを4年後に控えた1960年、当時の東京玩具組合長であった富山栄一郎は工場などの設備を他の場所に移転して工業団地を形成するという計画を立てた。 1961年には、千葉県東葛飾郡流山城が移転候補として上がり、一部用地取得も行われたが、土地価格高騰や地主の反対などが原因で断念。翌1962年に輸出玩具工場、団地共同組合を結成し、大体地の選定に当たった、結果、第二次世界大戦中に使われた飛行場跡地のある、 三部町大和や鈴鹿南部の一帯が選ばれる。この計画に対し、三部町及び沿線の土地を所有していた東武鉄道が積極的に誘致したため、同年に組合は三部町への進出を正式に決定した。1964年より工業団地造成と宅地開発を進め、翌1965年には第1期工事が完了し、 おもちゃ団地として11企業が創業を開始した。また、同1964年には、従業員の交通の便のため、東武宇都宮線、国屋駅や鈴鹿駅間に、おもちゃの町駅が新設され、4月1日より仮営業を開始、6月7日には、正式開業した。トミーによれば、駅名を命名したのは、富山栄一郎である。 新断地及び工場にふさわしい夢のある駅になって欲しいという思いを込めておもちゃの街とすべてひらがな表記とされた。1966年には第2期工事に合わせて建て売り住宅の販売が始まりベッドタウンとしても急速な発展を遂げていった。1960年代以末日本国内での石不足から各地で 医師教育のため医科大学を設立しようという動きの中、埼玉県の学校法人、独協学園も新たに医科大学を設立することを決定した。候補地として、独協学園のある草加市からほど近い越谷市や春日部市も挙げられた。最有力だったのが、栃木県上津賀郡西方村だったが、地主との折り合いがつかず断念。東武鉄道の所有地だったことから土地が、 入手しやすいなど、大学建設に適すると判断されたおもちゃ団地に、ほど近い身部長を大技来た小林が選定され、1970年、独協医科大学の設立が決定、1973年に開学された。大学開学の翌年、1974年には、独協医科大学病院も開設された。現在、 独協医大病院は、おもちゃの町住民のみならず、周辺自治体にとっても重要な医療拠点となっている。1977年4月、おもちゃの町駅周辺地域に住居表示が実施され、駅の西側に、緑町一丁目の四丁目、駅の東側に、幸い町一丁目の四丁目、幸い町のさらに東側の工業団地地域に、おもちゃの町駅の名にちなみ、 おもちゃの町一丁目から五丁目の地名が付される。また、同年4月1日には、三部町立東小学校から分離され、おもちゃの町地区を学区とする三部町立牧小学校が新設された。1990年以降は、輸出口の減少や、コストダウンのための新興国への工場移転などに見舞われている。玩具工場は撤退、もしくはプラスチック加工。 部品製造など、普通の工場に変わり、また、物流拠点として倉庫が建設されるなど、当初のおもちゃの街としての特色は薄れつつある。また、前述の通り宇都宮市、栃木市のベッドタウン化するなど性格が変化してきている。1995年には、おもちゃの街の歴史と地名にちなみ、三部町立の玩具企業博物館、三部町おもちゃ博物館が建設され、 周囲一帯が総合公園として整備された。ただし、三部町おもちゃ博物館は、おもちゃの町にはなく、少し離れた三部町国屋に位置する。バンダイは、2006年8月まで、千葉県松戸市に開設していたバンダイミュージアムを、おもちゃ団地内のバンダイコレクションセンター内に移転し、2007年4月28日、おもちゃの町バンダイミュージアムとしてオープンした。2012年、 おもちゃの町三丁目地内の地域を大ワリーズがショッピングセンター、フレスポおもちゃの町として整備し、7月から8月にかけて店舗が順次開業した。2012年には町おこしの一環としておもちゃ団地共同組合、東武鉄道おもちゃの町駅、周辺商店会などが新たにおもちゃの町活性化推進協議会を発足した。ご当地キャラクターとして、 2012年8月に、小学生の、ミブユーユ、同年12月にはその姉で、おもちゃの町駅の女性駅員、ミブエミコが発表された。キャラクターデザインは、同地に本社を置く、トミーテックの、鉄道娘を手掛けたイラストレーターのミブなつき。ミブユーユ、エミコ姉妹のキャラクターを使った、オリジナルグッズなどを作成し、燃え起こしに取り組んでいる。出展、ありがとうございます。